はい、おはようございます。12月3日の相場解説になります。時間は6時24分のこれは日足を見ているところですけどもね、日足の方はこういうふうにね、ざっくりと見てこういうふうな動きを見てますよってことでございます。ここがね、やっぱ転換点になってましたけども、左右対称になるかどうかはともかくですね、どん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 買い目線になっているってところでございます。次、4時間足を見ていきますね。4時間足、大きな下落がありましたね。私はこのままね、ここが起点になって、ここを超えないように上昇していくんではないかなと思いましたけど、これは外れましたね。で、深夜に起きたことなんで、ロスカットとかかかってませんけども、私エントリーしてませんけども、ここからですね、買いに入っていくパターンはあるかなと思うんですよ。大いに買いを見ていこうかと思います。1時間足見てみますね。1時間、1時間。はい、大きく下がりましたね。で、どこで止まったかと言いますと、ここで止まってるんですよね。ちょっと赤ちゃん泣いてます。すいません。大和くん、もうちょっと頑張ってくださいね。こっから上がっていくことを見ながら、買いを見ていこうかと思います。まあ、概要は今日は以上ですかね。ちょっと短くてスピーディーだったんですけども、お分かりいただければ幸いでございます。それではまた追加放送しますけども、多分ね、ここら辺までは、まあ、上がっていくんではないかなと思うんですんで、この間のピップスを私は取っていこうかなと思って、今日は、それだけを見ていきます。以上です。